イエナ・アウエルシュタットの戦い、イエナ・アウエルシュタットの戦い、ドイツ語、シュラクトベイ・イエナウントウアステットは、ナポレオン戦争中の1806年10月14日、ドイツの中輪面、イエナ及びアウエルシュタットで行われた戦闘である。ナポレオン一世率いるフランス帝国軍と、フリードリ・ヒビルヘルム三世率いる、プロイセン王国軍が交戦した。この戦いの結果、 プロイセン軍は甚大な損害を被り、その後の追撃戦で完全に壊滅。プロイセン全土がフランス軍に制圧された。特にアウエルシュタットにおいては、ルイ・ニコラ・ダブーが2倍のプロイセン軍を破っている。1805年、ナポレオンはアウステルギッツの戦いで勝利し、第三次大仏大同盟を崩壊させた。新聖ローマ帝国は解体され。 フランスの影響下に置かれたライン同盟が結成。これによって、フランスの派遣は、中部、ドイツまで及ぶこととなった。ナポレオンは、ライン同盟諸法に、約二十万のフランス軍を駐屯させたが、これは領域を接するプロイセンに、危機感を抱かせ、プロイセン国内に、反ナポレオンの愛国者たちを生み出すこととなった。当初、プロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム三世は、 フランスとの海戦に必ずしも賛成ではなかった。これは国王の消極的で優柔不断な性格もあるが、プロイセンとフランスの国力差を考慮した情勢判断の結果でもある。しかし、王妃、ルイーゼ、プロイセン王子、ルイ・フェルギナントといったハンナポレオンの急戦法は、坂に王をたきけ、ついに開戦の決意を固めさせた。1806年7月、プロイセンは、 イギリス、ロシア、ザクセン公国、スウェーデンと共に第四次大仏大同盟を結成、フランスに対抗する姿勢をあらわにした。8月末、プロイセンはフランスに、ライン諸法に駐屯する軍の撤収を要請した。これは事実上の戦線復刻であった。プロイセン軍は、約15万の兵力を動員し、ライン諸法に分散するフランス軍の格好撃破を計画した。 この時、エルベ川流域でフランス軍を迎え撃ち、ロシアの援軍を待つという作戦も提示されたが、これは消極的に過ぎるとして却下された。しかし、攻勢を決定したにもかかわらず、プロイセン軍の動員は父として進まなかった。また、指揮権の所在が明確でないため、作戦計画はまとまらず、各軍の連携は不完全なものとなった。 プロイセン軍の南下が開始されたのは、ようやく9月末のことだった。こうしたプロイセン軍の初動の遅れは、フランス軍に体制を整える時間を与えることとなった。戦線布告を受け取ったナポレオンだったが、当初はプロイセン軍の動きを見守っていた。9月末、敵の目標がマインツ方面への進撃と判断したナポレオンは、直ちに分散していた20万の兵力をバンベルクに、 結集し、逆に、プロイセンや戦軍を撃破する作戦を立てた。ナポレオンが立てた作戦は、以下のようなものであった。まず、モルティエの第8軍団をマインツにおいて、進撃してくるプロイセン軍の対処とし、後方連絡船を保持する。残りの全軍は、中林原近郊に存在するとみられる、プロイセンの側面に、右翼から回り込むように起動し、戦略的方位によって、 敵や戦軍を一挙に撃破しようというものだった。ラザール・カルノーに始まる一連の改革によって、フランス軍は国民兵と師団性を中心とした軍隊となった。1793年に導入された徴兵制は、フランス軍の動員兵力を飛躍的に増加させた。また、徴収された国民兵には、従来の傭兵にはない強みがあった。すなわち、 強い愛国心と、それを共有することによって生まれる団結力である。さらに逃亡の恐れが低いために、三平戦術が使用できるようになった。一方で兵力の増加は指揮統制の困難を招いた。また、他方面での作戦を行うためには、従来の軍を一箇所に集中させる編成では、対応しきれなくなっていた。ここで、カルノーが採用したのが師団制だった。 師団は、不評、騎兵、砲兵の、いわゆる三兵戦術で構成され、独立して戦闘可能な単位だった。ナポレオンはこれに改良を加え、師団の上位に軍団を設立した。軍団は独自の兵団組織を持ち、作戦レベルでの独立行動が可能な単位だった。これによって、フランス軍は、各軍団司令官の可能行動の幅を広げ、 他方面にわたる戦力の柔軟な運用が可能となったのである。司令部通信能力の強化によって一元的な指揮も維持することができた。この柔軟性に飛んだ編成がフランスの高度な平坦処理能力と組み合わせることによりフランス軍は同時代の軍隊の中でも特に高い機動力を獲得することに成功していた。総司令官はフリードリ・ヒビルヘルム三世が務めたが 彼には軍事指揮官としての経験も能力もなく、実際の指揮は最先任将校のブラウンシュバイク校が取っていた。しかし、厳密に指揮権が規定されていたわけではなかったため、プロイセン軍の指揮系統はしばしば混乱した。加えて通信や伝令も徹底しておらず、指揮の不統一と相まって各軍の連携は困難であった。連携の不備は進軍路の選択に悪影響を与え、 結果として、プロイセン軍の機動力を低下させた。そうじて、プロイセン軍の軍事編成や戦闘協議は七年戦争当時と大きな変化はなく、フランス軍に比べると旧式であることは否めなかった。マッセンバッハやシャルンホルストラは以前から改革の必要性を訴えていたが、軍部内では彼らは少数派であり、改革は部分的にしか実行されなかった。 プロイセン軍が師団制を導入したのは、この1806年の動員時が初めてであった。フランス軍は3つに分かれ、まずライプツヒ、およびドレスデンへ向けて分身攻撃した。第5軍団、第7軍団は、イエナ方面へ、新衛隊、第1軍団、第3軍団は、ナウムブルク方面へ、第4軍団、第6軍団は、ゲーラ方面へ、小規模な戦闘で、 プロイセン軍戦方を撃破しつつ進軍した。このフランス軍の接近に対し、ブラウンシュバイクは決戦のための態勢を整え始めた。10月9日の時点で、プロイセン軍主力のブラウンシュバイク軍は、バイマル、ホーエンドウェイ軍は、イエナ、デュッヒエル軍は、エアフルト、予備のビュルテンベルク軍は、マクデブルクに行った。ブラウンシュバイクは、まずビュルテンベルクに主力との合流を命令。 次に、リュッヒェルに、ザクセン・ワイマール港に1万の文献体を与えて、マインツ方面へ派遣し、フランス軍の広報連絡船を脅かすように命じた。ブラウンシュバイクは、方園道へと合流し、決戦に挑むつもりであった。しかし、ここでもプロイセン軍の指揮と連絡の不徹底が、災いし、行動に移る前に、フランス軍が接近していた。10月10日、早朝。 ランヌの第五軍団がザールフェルト近郊で、ン・遠同盟軍の先鋒であるプロイセン王子ルイフェルディナントの師団約8000名と接触、ザールフェルトの戦いが正規した。第五軍団は昼過ぎまでにプロイセン軍を撃破、指揮官のルイフェルディナントを戦死させた。プロイセン軍は死傷900名、捕虜1800名の損害を出して後退。 第五軍団の損害は200名余りに過ぎなかった。初戦の敗北とルイ・フェルディナントの戦士は、プロイセン軍の士気を大きく低下させた。フランス軍が予想以上に強大であることを知った、プロイセン軍は撤退を考え始めた。本領まで交代し、ロシア軍の援軍を待ってから反撃に出るという一度は、却下した作戦を改めて実行しようとしたのである。しかし、 撤退の是非をめぐって軍議は紛糾し、結論が定まらぬままに、プロイセン軍は時間を浪費していった。10月12日、W の第3軍団がナウムブルクを制圧、市街西方で野営地を張った。ベルナドットの第1軍団は同日夕刻に市街南方に到着、同様に野営地を張った。このナウムブルク制圧の一方は、プロイセン軍を 大いに動揺させた。フランス軍によって包囲されつつあることに気がついたので、ある。ここにおいてブラウンシュバイクは撤退を決断し、フリードリヒビルヘルム3世もこれを承認した。10月13日、ブラウンシュバイクは、ホーエンド同盟軍に、イエナ近郊で敵の前進を阻止し、主力の交代を援護するように命じた。さらに、リュッヒェルに、文献隊を呼び戻させて、 法遠道へに合流するよう命じた。しかる後、ブラウンシュバイクは主力をナウムブルク方面へと交代させ始めた。これが早朝のことであった。同じ頃、第五軍団がイエナに到着、市外の北方に法遠道へ軍を発見した。この報告を受け取ったナポレオンは、これをプロイセン軍の主力であると考えた。ナポレオンはこの軍を撃破するべく、第四軍団、 第六軍団に強行軍で本隊と合流するよう命じ、自身も親衛隊を率いて、イエナへ向かった。同日夕刻、第三軍団には、アポロダ方面へ向かい、プロイセン軍の後輩をつくようにとの指令書が届いた。ダブーは指令書の写しを作って、ベルナドットに送った。参謀長ベルティエによる以下の注意書きが、指令書にあったためである。これはおそらくドルンブルクに存在する。 プロイセン軍文献隊の対処のためであった。イエナのプロイセン軍が主力であると誤解していたナポレオンはドルンブルクの敵軍に側面を脅かされることを警戒し、また同地を確保することによって敵軍の退路を塞ぐことができると考えたのである。しかし、この注意書きのためにベルナドットの第一軍団は命令を牧手してドルンブルクへ向かうこととなり、W の 第三軍団は単独でプロイセン軍主力と相対することとなる。10月14日、この時点でフランス軍主力の集結は完全に終わっておらず、ナポレオンの手元にある戦力は4万5千名、400門前後だった。ナポレオンは砲兵をラントグラフェルベルクさんに上げ、火力支援が加えられるようにした。これに対し、プロイセン軍は、 ーエン園ーへ軍3万3000名、砲120門。ザールフェルトでの損害に加え、ドルンブルクに側面防御のための5000名を派遣していたため、さらに劣勢となっていた。ーエン園ーへは、前日のうちに、リュッヒエルに援軍を要請していたが、彼らが到着する前に、フランス軍は行動を開始した。午前6時、フランス軍は攻撃を開始した。 この日はノームが漂っていたが、それはフランス軍の行動を否得することとなり、一種の奇襲効果を生み出した。ランヌの第五軍団2万名が先陣を切って中央へ進み、続いて右翼からスウルトの第四軍団戦法9千名、左翼からはュロ郎の第七軍団1万6千名が進んだ。奇襲効果もあり、ほどなく第五軍団は、 クロズビッツとコスペダのプロイセン軍を撃退、戦線の中央を押し込んだ。これによって、プロイセン軍の戦線は大きく歪み、崩壊の危機にさらされた。午前9時、法遠道へは予備の部隊を投入して、フランス軍の攻撃を防ぎ、その間に戦列の再編に取り掛かった。フィールゼンハイリゲンを中心として、左翼はヘルムスフォト、右翼はイゼルシュタットに至る。 防衛線を形成し、これによって、ワイマール方面から向かってくるリュッヒールの援軍を待つつもりであった。ナポレオンはここを後期と見て、全軍に積極的攻勢を命じた。この直後、例の第6軍団の先方4000名が戦場に到着、ナポレオンからの命令を待たず、独断で第五軍団の左翼をすり抜けて突撃を開始した。しかし、すでに、 プロイセン軍は戦列を整えることに成功しており、第六軍団の突撃はプロイセン軍の反撃によって跳ね返された。突出して敵中にはまり込んだ第六軍団はプロイセン騎兵の猛攻にさらされた。ナポレオンはベルトランに新衛隊の騎兵にコレン隊を与えて救出に派遣するとともにランヌに例の支援を命じた。午前10時。 ドルンブルクに派遣されていたプロイセン軍の文献隊5000名が戦場に到着、右翼のスールトの第4軍団へ攻撃を仕掛けた。スールトは、不評と騎兵の共同によって、これを完全に撃退し、側面の安全を確保することに成功した。続けて、第4軍団は、ヘルムスフォットのプロイセン軍左翼を押し込み、グロスロムスタッドまで後退させた。午前11時。 第五軍団がフィールツンハイリゲンを制圧、再びプロイセン軍の戦線中央に危機が訪れた。ここにおいてホエンローへは、全軍を交代させ、ワイマールへ至る、街道方面へと、全部隊を集中させた。今やプロイセン軍の取れる選択肢は、デュッヒエルの支援を得て、戦場から撤退することだけであった。しかし、この街道上への集結により、 プロイセン軍は遮蔽物のない状態で、村落の池垣を利用するフランス軍と銃撃戦を繰り広げることとなった。午後1時、この時点でフランス軍は後続の集結も終わり、ほぼ全力が整っていた。一方、プロイセン軍は2時間にわたる銃撃戦で痛めつけられ、崩壊の一歩手前の状態であった。すでに一部の部隊が王列を組んで、 フランス軍の攻撃に耐えているのみだった。勝利を確信したナポレオンは、総攻撃を命令した。午後2時、デュッヒエルの援軍1万3000名が戦場に到着。ところが、デュッヒエルは、友軍の撤退を援護するのではなく、フランス軍へ向けて突撃を開始した。第五軍団、第六軍団、第七軍団がこれを迎え撃ち、 優勢な兵力によって徹底的に撃破した。ここにおいて最後の予備兵力も消滅し、プロイセン軍は完全に崩壊した。総崩れに陥ったプロイセン軍に対し、フランス軍は追撃に移行。これにミュラの騎兵予備軍団も加わって、敗兵を総当した。プロイセン軍のわずかな残党はチリジリになって、北方へと逃亡して行った。このイエナの戦いで、 プロイセン軍は、兵員2万5千名、砲112門を失った。これに対し、フランス軍の損害は5千名ほどに過ぎず、完全勝利と言えるものだった。もともと比賀の兵力差には大きな開きがあり、当然とも言える勝利だったが、プロイセン軍主力を撃破したと考えていたナポレオンは、勝利を大いに祝った。しかしながら、この同じ日、より重要な勝利が、 北方のアウエルシタットで達成されていた。10月14日、早朝、W の第三軍団はナウムブルクを進発し、西方の経前へ向かった。同じ頃、ベルナドットの第一軍団は南方のドルンブルクへ向かった。そして、プロイセン軍はバイマルからエッカーツブルクを経由して、ナウムブルクへ向かっていた。午前6時30分。 第3軍団戦法の漁談師団はザーレ川を渡った。午前7時、漁談師団は8000ハウゼン付近でプロイセン軍と接触、そのまま交戦に入った。家など様、アウエルシュタットもノームで覆われており、両軍共に交戦開始時点では敵軍の詳細を掴んでいなかった。漁談は最初の交戦で捕らえたプロイセン兵を司令部へ送り、 ダブルはこの捕虜から正面に存在するのが敵主力であるとの情報を引き出した。決戦を控えた両軍の戦力は以下の通りであった。ダブルは直ちに行動を開始した。まず、ギガン師団に八0ハウゼンを中心とした戦列を形成させた。続いて、まだザーレ川対岸にある後続のモラン師団、フリアン師団、ビアラーネ騎兵旅団に戦場に急行するように命じた。 さらに、ベルナドットの第一軍団に急ぎ支援に駆けつけるよう、要請した。一方のプロイセン軍も、ブリュッヘル師団を、左翼、シュメッタウ師団の戦方を右翼とし、ギュガン師団に対する戦線を形成していった。午前8時、最初に攻撃を仕掛けたのは、ブリュッヘルの騎兵旅団であった。ギュダンは部隊に砲人を組ませて、これに対抗した。ブリュッヘルは4度にわたって、 騎兵突撃を観光するも、シュメッタウ師団との連携が十分ではなく、牛団師団の堅固な砲人にすべて撃退された。午前8時30分、フリアン師団が戦場に到着、ダブルはこれを牛団師団の右翼に展開させた。同じ頃、プロイセン軍もシュメッタウ師団の本隊が到着、そのまま戦方と合流して戦闘に参加した。後続の部隊は、 このシュメッタウ師団を中央に展開。バルテンシュレーベン師団戦法は右翼、オラニエ師団戦法は左翼についた。この時点で、プロイセン軍は少なくとも2万5千名、対するフランス軍は1万5千名に過ぎなかったが、ダブンは巧妙に部隊を動かし、プロイセン軍の攻撃をことごとく迎撃した。午前9時、ビアラーネの騎兵旅団が到着。 ダブルはこれを右翼に投入した。ビアラーネ旅団はフリアン師団と協力して右翼の構成を強めブリフヘル師団を交代させた。これによって生じた空撃を埋めるためブラウンシュバイクは右翼の部隊を一部左翼へ移動。このため下ン師団にかかる負担が減少した。敵の構成の強い左翼をあえて正面から攻めず右翼をついて支援に向けさせざるを得なくさせた。 ダブルの戦術の妙であった。午前10時、バルテンシュレーベン師団本体が到着、そのまま戦方と合流して、戦闘に参加した。これによって、プロイセン軍は、カルクロイト軍とオラニエ師団本体を除く、少なくとも3000名が揃った。ブラウンシュバイクは、主攻、8 0 0ハウゼンに定め、総攻撃を命令した。フランス軍はこの時点で1万6000名、この日、 最も戦力比が大きくなった瞬間だった。しかしながら、この状況にあってもダブーは冷静かつ的確に指揮を取り、巧妙な部隊軌道でプロイセン軍の攻勢に対処した。機関師団が一時的に交代させられたものの、フランス軍はこの総攻撃に耐え抜いた。のみならず、ブラウンシュバイクとシュメッタウを負傷させた。両名は構想されたが、 どちらもこの戦勝が元で間もなく死亡した。最高司令官であるブラウン・シュバイクの不在は、プロイセン軍の指揮系統を麻痺させた。自責のカルクロイトが、直ちに指揮権を継承するべきであったが、この時点で彼は戦場に到着しておらず、また、ブラウン・シュバイクの負傷報告も届いていなかったため、指揮権の継承が行われなかった。プロイセン軍の旧式な通信能力が、 致命的な状況を招いたのである。事実上、この時点で、プロイセン軍の指揮統制は崩壊し、各部隊級指揮官は独断で抗戦することを余儀なくされた。午前10時30分、フリードリヒビルヘルム3世は、この日唯一の命令を下した。オラニエ師団本体を戦場に投入したのである。しかし、王はオラニエ師団をに分割し、 両翼の支援に回すという戦力分散の具を犯した。これによって、両翼を一時的に支えることはできたものの、フランス軍へ効果的な打撃を加えることはできなかった。午前11時、モラン師団が到着、ダブルはこれを左翼に投入した。モラン師団は、猛攻をかけ、投入されたばかりのオランニエ師団本体を撃破。続いて、バルテンシュレーベン師団も撃退し、 この両師団の撃破直後、ようやくカルクロイト軍が戦場に到着した。旧ハイム師団及びアルニム師団が投入されたものの、オラニエ師団とバルテンシュレーベン師団の配送に前進を阻まれ、迅速な戦闘参加ができなかった。午前12時、モラン師団はさらに前進、シュメッタウ師団の側面へ向かった。この猛攻を阻止すべく、 ビルヘルム新能の騎兵旅団がモラン師団に対して突撃を観光した。しかし、モランは素早く法人を組ませ、この突撃を全て撃退した。ビルヘルム新能騎兵旅団は後退、援護を失った、シュメッタウ師団も間もなく崩壊した。ここにおいてダブーは総反抗を命令した。ギ団師団、フリアン師団も反撃に転じ、指揮系統が崩壊して連携の取れない、 プロイセン軍を次々と撃破した。旧イム師団、アルニム師団は、友軍の交代を援護すべく、第三軍団の前に立ちはだかるも、あえなく撃退された。第三軍団は勢いに乗じて、プロイセン軍を一挙にアウエルしたと、まを仕込んだ。午後1時までに、プロイセン軍の組織的抵抗は終了していた。フリードリ・ヒルヘルム3世の手元には、若干の予備兵力が残っていたが、 すでに戦意を喪失していた王は、これを投入することなく総退却を開始させた。第三軍団は、夜まで追撃を続行し、プロイセン軍の損害を増大させた。このアウエルシタットの戦いで、フランス軍第三軍団は総兵力の四分の一に、当たる七千名を失った。しかしながら、これに対しプロイセン軍は、兵員一万三千名。 1> 法百十五門という多大な損害を出していた。ダブルの第三軍団は、実に二倍の敵軍を相手取り、二倍の損害を与えたのである。これほどの兵力差を覆した戦例は、戦史上でも稀であり、ナポレオン戦争中には他に一例もない。フランス軍の質がかっていたことも、勝因の一つではあるが、ダブルの欠出した戦術式能力がなければ、 この勝利はありえなかったであろう。ダブルの副官、トロブリアンからアウエルシタットの戦いの報告を聞いた、ナポレオンは当初その内容を信じず、機関の減衰は物が二重に見えるに違いないとからかった、ダブルは旅の禁案だった。しかし、報告が真実だとわかると、驚愕し、ダブルを最大限の惨事で褒めたたえた。翌日発行された大陸軍広報第五号には、 アウエルシュタットの戦いについて以下のように記している。さらにナポレオンは1808年には W にアウエルシュタット公爵の称号を与えた。対照的に失責されたのがベルナドットだった。ベルナドットの第一軍団は W の援軍に駆けつけず、一方の主戦場であるイエナにも参加しなかった。第一軍団はカンマンに行軍し、ドルンブルクを経由し、 アポロダに到着したのは十四日の夕刻であった。敵の主力を取り逃がす可能性があったことを考えれば、ベルナドットの行動は批判されて当然であった。ナポレオンはベルナドットの処分も考えたが、彼の妻でナポレオンのかつての婚約者デジレクラリーへの配慮から処分は見送られという。ただし、こうしたベルナドット批判には多くの反論がある。例えば、 ドルンブルク周辺の地形のために航軍が困難であったこと、あるいは強行軍でも戦場に駆けつけることは時間的に不可能あったことなどである。もとより第三軍団の危機的状況を招いたのは常実のようにナポレオン自身の誤解に基づく命令であった。多くの歴史家はこのナポレオンの失敗を追い隠すため、いわば スケープゴートとしてベルナドットが批判されたのではないかと指摘している。いずれにせよ、フランス軍は勝利した。両戦闘におけるプロイセン軍の損害は兵員3万8千名、法227門という甚大なものであった。その後の追撃戦は一方的な展開となった。傭兵軍であるプロイセン軍は一度崩れると再編が困難であり、 フランス軍の追撃に対して踏みとどまることができなかったのである。事実上、この戦いに敗北した時点で、プロイセン軍は崩壊したと言ってよく、イエナ・アウエルシュタットの戦いは真に決定的な戦いであった。ヨーヨーとイエナに入場するナポレオンを迎える市民の中に、当時イエナ大学で教授を務める哲学者ヘーゲルがいた。ナポレオンを見たヘーゲルは次のように表している。 イエナ・アウエルシュタットで、プロイン主力を打ち破ったフランス軍は、プロイ戦本土まで一挙に進攻した。10月25日、フランス軍は、シュトベルリンへ入場。この際、ナポレオンは、先攻第一のダブーに一番乗りの栄誉を与えた。11月半ばまでに、フランス軍は全土を制圧、最終的に死亡2万4千名、捕虜14万名の損害を出して、 プロイセン軍は壊滅した。プロイセン軍で最後まで抵抗を続けたのは、リューベックのブルフヘルとシャルンホルスト、そして、マクデブルクのグナイゼナウの指揮する軍であった。彼らは後に、プロイセン軍の改革に大きな役割を果たすこととなる。こうしてプロイセンは、フランスの支配下に置かれることとなったが、戦争そのものはまだ終わらなかった。テニヒスベルクに逃亡したフリードリヒビルヘルム三世は、 ロシアの援軍を引き込み、フランスから国土を回復しようとしていた。これに応え、ロシア軍は、約十万の軍を、東プロイセンへ集結させた。ナポレオンは、プロイセンの側面の安全を確保するため、そしてロシア軍を打ち破って、講和の席に着かせるため、ポーランドへの侵攻を開始するのである。プロイセン王に代わって、王妃ルイーゼンがフランスに対して、講和を求めることになった。 ルイーゼはナポレオンにプロイセンに対する温厚な処置を求めたがナポレオンは王妃に対して極めて泡であった。プロイセンの戦後処理は翌年7月のティルジットの和訳によって決定され、プロイセンはエルベ川異性の領土とポーランドを失い、1億2000万フランの賠償金を課せられた。陸軍の人員も4万人にまで制限され、長い私服を耐えることを迫られた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。